皆さんようこそ、高山優子です。今回は番外編ということで、演舞の間に総取りがあったので、それに私自身が参加してきました。ぜひご覧ください。はい、というわけで今古町という場所に来ております。でこの後シャケサンバという楽曲がありまして、それにチームの踊りではないんですけど、いろんな人が自由に参加できますよ、自由な踊りがあるので、それをちょっと教えてもらいたいなということで、サンのケイティという方に教えてもらおうと思います。じゃーん、ケイティだよ、サンだよ。今日は高山優子にシャケサンバを教えるよ。はい、ということでケイティさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、シャケサンバという楽曲ですね。あ、なんかゼンさんから、ケイティがシャケサンバのプロだからっていうふうに聞いたんで実は私たち女同期なんですよ。そう、同期なんです。仲良くしてもらってます。仲良くやっておりますというわけで、じゃあ、はい、お願いします。おい、じゃあケイティさんお願いします。おい、まずはまずイントロでクラップ、はい、して普通にクラップ出すから最初か、はい、まず、イントロでクラップ、クラップ、はい、じゃん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 、サンバーって入ります。何8ですかね、今3とか4、5、6、7、8、9、10、3、ボックス1回、ボックス1回、はい、1回ボックス踏んで上下上上下上下上 下、はい、もう1回いきます。せーの、ボックス踏んで上下大丈夫ですか鮭はこっちでしたね。見ました？見ました。見ましたよね。サンデはいつも、あ、チームによってなんか色が違うって聞いた。そうそう、チラヌイさんでは鮭鮭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 鮭混乱させちゃってすみません。最初からボックス踏んで上下上上下上下下下シャケ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 、お尻を振って可愛く、はいはいはい、ボックス踏んで上下上下上下シャケシャケ、次後ろ行きます。前向きます。はい、はい、で、で右足を振り込む。サンバ。サンバ。サンバ。ふい。サンバ。ふい。サンバ。サンバ。もう一回。てててて。はい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 。サンバ。左足か。右足でした。サンバ、サンバ、サンバ、デデデデ、
スリー。あ、これなんだ。はい。いいじゃん。じゃあ、2、3、4、5、6、7、8、3、ボックス。で、上、下、上、上、下、上、下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 、上下上下上下下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 下はい、ということで振り覚えたので行ってきたいと思います。